五感信号は日本人、バーテンダー、バーコンサルタント、レストランプロデューサー、カクテル講師。神奈川県川崎市出身、米国ニューヨーク在住。元、エンジェルズシェア NY ディレクター。現在は SG グループファウンダーとして、SG マネジメント LLC、株式会社 SG マネジメント、株式会社ファイブセンシス、上海交換講師の各代表を務め、 スピークロー、ソバーカンパニー、ザオットクプル及びザ SG クラブを運営。バカルディレガシーカクテルコンペティション2012世界大会優勝。2017年テールズオブザカクテルインターナショナルバーテンダーオブザイヤー2017を受賞。アジア S50 ベストバーズ2019においてアルトスバーテンダースバーテンダーを受賞。2001年バーテンダーとして キャリアをスタート。地元のレストランバーでバーテンダーの基礎知識を身につけ、その後川崎市のバー、ポトラックにて本格的な種類に関する勉強とカクテル作りにのめり込む。日頃から五感の実力を認めていた同店の常連客などから米国行きを強く進められ渡米を決意。2006年単身ニューヨークへ渡米。ニューヨークでの下積みを経てエンジェルズシェアの ヘッドバーテンダーに就任。2011年、バカルディレガシーカクテルコンペティション2011出場。2012年、バカルディレガシーカクテルコンペティション2012出場。世界大会で優勝。同年8月には、ロンドンのサボイホテル内にある、ジ・アメリカンバーにて、1889年創業以来、初めてとなるゲストバーテンダーとして迎えられた。 2013年8月、日本で行われたサマソニ2013を皮切りに、ゲストバーテンディングとして、北京、上海、日本国内、ヨーロッパ各地のイベントゲストバーテンダー、カクテルコンペティションのジャッジ等の活動をスタート。40会場の国、延べ100都市にて活動中。同年10月には、ニューヨークのエンジェルズシェアが、ザワールズ50ベストバーズに選ばれる。 また、アメリカ版、料理の鉄人、アイアンシェフアメリカの、カクテルペアリングスペシャルにて、和の鉄人である、森本正春氏とタッグを組み、アメリカ南西部料理の鉄人であるボビー・フレイ氏に、勝利する。2014年6月、禁酒法時代のアメリカで、地下営業を行っていた、モグリ酒場を模した、スピークイージースタイルのバー、スピークロート。 バーツール類を取り扱うバーツールショップ、王朝、上海市内に同時オープン。同年12月、スピークローが、上海ベストカクテルバー、ベストニューバーにて2部門を受賞する。2015年4月、スピークローが中国にて、ベストカクテルバー、ベストニューバーの2部門を受賞。また、同店バーマネージャーのフェイチェンが、 バカルディレガシーカクテルコンペティション2015にてベスト8となる。同年7月、テールズ・オブ・ザ・カクテルにて世界のベストバーテンダー10人に選出される。同年10月、アトランタにオープンした予約制ラウンジ、秘密のクリエイティブディレクターに就任。コンサルタント及びトレーニングを行う。2016年4月、ウィリアム・リードビジネスメディアが主催する。 アジア S50 ベストバーズ2016にて、スピークローが2位を受賞。同年10月、ウィリアム・リード・ビジネスメディアが主催する、ザ・ワールズ50ベストバーズ2016にて、スピークローが15位を受賞。2017年2月、上海市内にて、ソバーカンパニーをオープン。同年6月、アジア S50 ベストバーズ2017にて、スピークローが、再び2位を受賞。 ソバーカンパニーが19位に選出される。同年7月、世界のバー業界のアカデミー賞と言われる、テールズ・オブ・ザ・カクテル・ザ・スピリテッド・アワーズにて、2017年度のインターナショナル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤーを受賞。同年10月、ザ・ワールズ50ベスト・バーズ2017にて、スピークロが10位に選出される。2018年6月、渋谷にて、ザ・ SG ・クラブをオープン。 同年11月、上海市内にザオットクプルオオープン。2019年5月、アジア S50 ベストバーズ2019において、アルトスバーテンダースバーテンダーを受賞。同年7月、バー業界に最も影響を与える100人を選ぶ、バーワールド100にランクインした。2020年5月、アジア S50 ベストバーズ2020にて、ザ SG クラブが9位に選出され、 日本国内最高位にランクしたバーを称える賞、ザ・ベストバーインジャパン、スポンサー s バイ by 日華ウイスキーを送られた。同月、SG グループが渋谷に、ザ・ベルウッドをオープン。近年は、若手バーテンダーの指導にも、積極的に関わり、多くのタイトル保持者を生み出している。渡米を決意した五官は、海外で通用する技術を身につける必要があると、考え、 カクテルを作るバーテンダーのホスピタリティと日本の茶席におけるもてなしの心や美しい所作に共通項を感じ、石周流作動の指南を受ける。また、その作動習得の傍ら、銀座のシェリー酒専門店、シェリーミュージアム館長から、シェリー酒について本格的に学び、ベネンシアドールの資格を取得するためスペインへ渡り、試験に合格。渡米当初、 知人から紹介されたニューヨーク在住の日本人シェフの下で米国生活をスタートした五感は早速ニューヨークでその当時から有名だったバーエンジェルズシェアにバーテンダーの職を求めるところが当時全く英語が話せなかったことを理由に断られニューヨーク市内の日本食レストランでバーテンダーとして約半年間働くこととなる半年後当時の エンジェルズシェアのマネージャーから偶然直接声がかかり、同店で働くことが許された。五感が27歳の時、バカルディー社が初めて開催した世界を代表するカクテルコンペ、バカルディレガシーカクテルコンペティション2011へのエントリーインビテーションを正式に受け、同世界大会に参加。この第一回への出場では、ニューヨーク地区大会に手26人で行われた。 準決勝で3位となった。翌2012年の第2回バカルディレガシー、カクテルコンペティションでも、再び正式に、バカルディ社から、同世界大会へのエントリーインビテーションを受ける。ニューヨーク地区大会代表、合衆国代表と勝ち上がり、世界大会で、抹茶トラムをミックスした、オリジナルカクテル、スピークローで優勝した。スピークロー互冠が優勝した。 バカルディレガシーカクテルコンペティションの出場エントリーはバカルディ社のワールドアンバサダーが匿名で店に訪れ彼らが評価したバーテンダーに飲み帰り際に出場招待状を渡している5巻は記念すべき第1回と続く第2回の連続出場を果たしたことになるちなみに同大会で各地区大会の審査員たちから高い評価を受けたオリジナルカクテル スピークローは日本から取り寄せた抹茶をふんだんに使い茶筅を用いてラムで抹茶を立てベネンシアドールの資格を持つ五感が選び抜いた黒蜜を感じさせる風味豊かなシェリーとシェイクするという日本の伝統的作動で仕立てたミックソロジーカクテルである。ありがとうございます。